それでは一箇所だけなんか意見扉あって、そこの鍵をもらったはずだからそっちに向かうというところなんだけど、あれ思ったよりやられてないな。ケアルで大丈夫だったか。まあ結果400ぐらいになったからケアルラでよかったな。持ちこたえてくれってそんな場面だったっけ？よく分かってないんだけど、洪水みたいなの起こされたんだっけ？弱かったな。もう勝手に使ってくれていいのにな、持ってたら。ゴブリン何回弱かったな。とどめさせい。すぐしまったなるやんこいつ。ヤン、ここは私が引き受ける。そなたらは脱出を。何言ってるの。暴発するぞヤン。ごめん。ちょっと笑えるな。ヤン、ヤン。妻に会うことがあれば伝えてくれ。
私の分も生きろ。何言ってる、ここを開けろ。ヤン、お願い、バカな真似はやめて。ヤン、楽しい旅であった。開けるんだヤン。うわー、ヤンの犠牲よりヤンの犠牲で止まるのかどうかが心配だよな。まあもうこれでしれっと外に出るんか。イベントあるんかな。なんとなく死んでない予感。テラはまあ目の前だったからな。火力が減ったな。セーブしとくか。さてテント使うべきなのか。まあ最悪こっからやり直しということでいいか。またこいつか。結局サンダーが効いたかどうか覚えてないわ。ちょっと一発氷で殴ってみるか。入るんだ。え、氷がウィークじゃん。お試ししてみてよかったな。そうな見た目しやがって。
とはこうか。あれ、炎の矢装備してる？ちょっと疑問なのが、矢って1本あったら一生使えるんか。鉄の矢が99から減ってないような気するんだけど。ほら、鉄の矢99のまま。いつの間に炎の矢になったんだ。3はちゃんと減ってってたよな。まあ FF 結構シリーズごとに仕様が変わるからな。出るよと、1回というか地下13回。全体化するのにマウス使わないかんのがうるさくて。あれ、イベントやっぱり始まった。上から落ちてたん？出入り激しいな。しかし、リリアとシド会ったことあったっけ？初めてか。ヤンはどうせ生きてるよ。追いつかれてるやん。爆弾投げるだけじゃダメだった。一世一代の見せ場か。どうなんだろうな。普通に考えたら死が絶望だな。今の自分も飛び降りる必要なかったな。どう見てもどいつも死に急ぎやがって。バロン、
むか。これバロンでよかったよな。シドどうだろうな。ちょっと厳しいか。ヤンは8割9割生きてると思うけど。あ、ポーション買っとこう。ついでに止まっとくか。もしかしたら自動回復あるかもしらんけど、ここ安いだろ。というか、セシルの部屋があったか。まあ、けど遠いしな。弟子はどこにおるんだ。まだそんなこと言っとるわ。もうその話ええのよ。ちょっと玉座も見に行ってみるか。決意あるならあの仕掛けをなんとかせいよ。やっぱりちっちゃい子がな犠牲になるのはダメだよな。ジジイが変われい。できるんやな。いや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 、パターンなかったか。やめろ。確かしょっぱなこっちじゃなかったっけな、シドと会ったの。赤き翼かこいつら。シドの部下はどこにおるの。
もう全然わからん。もう行き先ぐらい示してよ。別にシドの弟子に会わんでええのか。兵が生きとるんか。兵が生きてるな。施設はどこだ。うわあ、めんどくさいとこ来たな。宝物ばっかりで陛下おらんか。これいつから来れたんだろう。初っ端から来れたんかな。物的にはちょっと初っ端感あるな。やっぱりここ来なあかんかったんか。どうもここが正解やったんやな。この言い草なら生きてるかもな。重なって A。もうちょっとヒントあるべきだよな、本当はよ。ん？ん？ なんでこんな真緑のところに降りれんの？
あれかな、ゲームの容量が今ほど入れれんかったから、なんとかみんなに長時間プレイさすために情報をあえて少なめにしてるんかな。手裏剣使える人なんておるの？まだまだ新しい人増える。忍者系おらんな。枠一つ空いてるよ。あ、オートバトルもまあまだ前か。やばいか。いけんのか。もうそんな不親切さいらんよ。リディアの買った時のぴょんぴょんが可愛いな。どうしても子供目線で見てしまうけど、子供目線って言ったら子供の目線やな。子供として見てしまう。牙。やっぱりな。全体化ができればな。マウス使えばできるけど。Thank you.
ん？なんて？表記をちょうど消してしまった。マチ。おっと。なんだ人間かって。そういやポーション全く使ってこんかったな。まとまっとくか。高っ。だいたいこれ何しに来てるんだっけ。というか忍者だなこいつら。新たな仲間の予感。毒矢一本だけ買ってみようか。この一本で一生いけるんか。これ買ったらまた金が新しく仲間になるやつのアイテムが買えになる。若様が仲間になるんか。何の話だ。というかここが襲われた話とかあったっけ。セーブしたいんだけど。あの町ならできた。必ず卵は回復するな。できんのや。洞窟扱いか。した後も座り続けてるのは何だろう。吸血され続けるんか。
ミスリルハンマー、シド生きてるな。これミスリルハンマーは今のハンマーより弱いはずだけど、それでもまだハンマーが出るなんて。されたら座るの。沈黙した。沈黙治ってないんだろうな。しよ、まあ直しとこうか。って言ってる。エブラーナも王や王妃が、また抜け道系かこれ。弱いんか。
うさいな。オートバトル機能つけてるのにこんなことするもんな。ラミアの盾ごと、まあ、今更だけど、そういやあいつの存在忘れてたな。ギルバートか。ボス戦がある。まあ忍者が仲間になるときどうせ戦闘あるか。ぼちぼちボス戦。おっと、あ、四天王じゃん。エッジ、風使いとかいう話じゃなかった？思いっきり炎っぽいけど、自動で戦闘してます。早く助けに入りさ。
炎使いなんじゃねえの？風使い別のやつやったっけ？死んだ。戦闘なしか。見てただけ。してーて。リディア緑まで唇、緑までじゃない、唇まで緑になってる。何人かは生きてるぜ、絶対。女性の格好がちょっとほんまひどいな。いくら昔のゲームやとはいえ。リディアもハイレグじゃねえか。しかし若者パーティーになったな。一時期ジジイ二人と半裸の男の時と比べると。35レベル高すぎるか。スケープドールってなんだろう。絶対に逃げれるぜかな。まあそこそこの。そこの火力。というかエッジの装備を見てないな。みんなも一緒についてこれた。というかセーブしたいんだけども、まあエッジにはうまいにしたか。リフレクしやがったあいつ。だるいな。リディアの前に倒せんか。倒せんか。まあラじゃなくてよかったな。盗めんし。
まいらんな。そんな強ないか。だるいなカウンター会議は沈黙しててもいいような気するけどな。生きてると思ってるし、実のこと言うとカインのことを 100% 信用してない。突然強くない？体力めちゃめちゃ増えたような気する。弱点ないんか。がキラー、ローが、
ばっかり狙うやん。カインがずっと斧だけど、巨人に有効。オープンな。あ、わりかしやばいぞ。ナレージ爆。レースを超えてる。ぜひカインはこの巨人を。呪縛されるんかな。うるさいな。カウンターで自爆なんか。おう、だるい。止まった。やはり自爆持ちはうるせえな。
ポーションの使い方間違ってるか。ラッシュが。ポーション切れ。百害だな。よしよし。さあ、そしたら一旦休憩してみようかな。